湾特有种 Part 1 台湾固有種 Part 1。今天要来教大家20种台湾特有种的日文要怎么说，让我们来看看有哪些生物吧。特有种的名字，固有種の名前。台湾梅花鹿，台湾鹿。山羌，キョン。台湾穿山甲，ミミセンザンコ。台湾猕猴，台湾ザル。台湾野猪，台湾イノシシ。台湾小黄鼠狼，台湾高山イタチ。蓝雨大叶中丝，台湾キリギリス。台湾黑熊，台湾ツキノワグマ。台湾地质，台湾キジ。台湾朱雀，台湾ローズフィンチ。台湾蓝雀，ヤマムスメ。麝香猫，ジャコウネコ。翡翠树蛙，台湾アマガエル。台湾树蛙，モルトレヒトアオガエル。樱花钩吻龟，台湾マス。台湾石冰，台湾花曲がり。阿里山山椒鱼，阿里山山椒魚。台湾银灰蝶，台湾灰色蝶。台湾野兔，台湾ノウサギ。金黄鼠耳蝠，台湾コウモリ。今天认识了这20种台湾特有种，那么你知道这些生物住在哪里吗？让我来告诉你吧。住在哪里呢？どこに住んでいますか？山里，山の中。猴子住在山里。猿は山の中に住んでいます。地质住在山里。キジは山の中に住んでいます。鹿住在山里。鹿は山の中に住んでいます。野猪住在山里。イノシシは山の中に住んでいます。河里。川の中。鱼住在河里。魚は川の中に住んでいます。山椒鱼住在河里。山椒魚は川の中に住んでいます。青蛙住在河里。カエルは川の中に住んでいます。森林里。森の中。鸟住在森林里。鳥は森の中に住んでいます。熊住在森林里。熊は森の中に住んでいます。大草原。野原。蝴蝶住在大草原。蝶々は野原に住んでいます。兔子住在大草原。ウサギは野原に住んでいます。洞窟里。洞窟の中。蝙蝠住在洞窟里。コウモリは洞窟の中に住んでいます。今天教的单字与句子，你都会说了吗？可以多看几次做复习哦。
那我们下一支影片见。